皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。おやすみなさい。かんみです。間が空いてしまってすいません。今日はですね、リクエストをいただきまして、妖怪を作ってみたいと思います。はい。キズナメコです。キズナメコを作ります。まず、ワイヤーをねじねじしたものに、いらないオーブン粘土をつけていきます。で、体の形に、していきます。そう、こんな感じでね、着物を着てますよね、キズナメコちゃんね。黄色い着物を着てるんですが、黄色の粘土をそのままこうやって使ってしまうと、ちょっともったいないので、中は見えないので、とりあえずいらない粘土を巻きつけております。これね、下がっちゃうんですよね。もうちょっと工夫した方がいいと思います。途中で工夫しますが、巻きつけましたら、今度は、首部分ですね。首がちょこっと、ベージュの色で出てるんですね。なので、首部分を今、くっつけております。こんな感じでね、くっつけて、はい、鳴らしております。下もね、きれいに。オーブン粘土は、このように、鳴らすことができるので、とっても便利です。それに乾かないです。はい。乾かないので、日にちというか、ミスが空いても、全然使えちゃいますよ。次はですね、着物の、なんていうのかな。私、詳しくないんです。この襟の部分ですかね。直してますね。襟前に行くまでに着物の形直してますね、これね。はい、これでいいみたいです。はい、次は襟部分ですね。これ2回目です。1回目失敗しております。バレちゃいますね。真ん中に茶色い粘土くっついてますからね。これバレてしまいましたね。やっちゃいましたでーす。はい、この真ん中をね。なかなかうまいこと切れず、どうしようって迷っております。切って鳴らしておりますね。こんな感じでね。そうそう。で、またこれも鳴らすんですよ。これも、ヘラで鳴らします。もうね、キズナメコさんはですね、私の子供が、大好きでです。大好きというかもう可愛い妖怪が大好きなんですね。で、その子が本家をしてるんですけども、もうキズナメコが可愛い、キズナースが可愛いと言ってですね、可愛い妖怪大好きってなので、もう、まおちゃんの好きな、キズナメコを作っております。はい。そしてこれはですね、今、着物部分の、黄色い色を巻きつけているんですが、少し足りなかったので、足しております。はい。これもうちょっとね、綺麗に切ってればこういうことにならなかったんですが、この雑な感じが出てしまいましたね。出ちゃいますね。はい、それを、綺麗にわからないように鳴らしております。はい。鳴らしてですね、キズナメコさん戻るんですけど、聞いた話によりますと、キュン太郎とキズナメコでキズナースが現れるそうですね。はい。私もよくわかっていないんですが、子供たちはそのように教えてくれました。キズナースちゃんもとっても可愛いですよね。はい。ということで、次は着物の柄なんです。これね、書いたら早いんですけど、なぜか私こだわっちゃってですね、粘土でやるという感じで全部筋つけてます。全部筋つけて柄を入れようとしております。はい、細かい作業ですけどね、もうだんだん雑になってきますね。だんだん雑になってきてね、結局最後もう広い感じになっちゃいました。はい、それを、こう、包装をしたね、茶色の粘土で、入れて埋めていくわけでございます。はい。かみちゃんちょこっと出てきましたね。ところどころこうやってかみちゃん出てきますのでね。
もうね、話が前後しちゃって、ほんとごめんなさい。すいません。そして、こんな感じで、柄を、着物の柄ですね、つけていっています。とっても細かい作業でした。でもあんまりね、これつけちゃうと、まっすぐな柄が出ないので、ほどほどにつけてます。取れない程度ね。もう、言ってもこんなガタガタですけどね。はい、気持ちいい気持ちいいですね、これはもう。次は、袖部分ですね。こんな感じでつけてますね。見る感じなんですね。こうつけて、そしてそれにも、はい、柄入りました。はい、柄入りましたよ。かみちゃんちょこっと覗いてますね。こうやって、つけたならば、今度は、きずなめこちゃんはですね、エプロンですかね。なんだろう。こう、赤いエプロンみたいなのをつけてるんですよ。で、これをね、切って、つけてまーす。かわいいね。黄色に、このピンクが入ることで、すごいアクセントになってますよね。さすが、きずなめこちゃんですね。これをこうやって鳴らしてまーす。どうですか？こんな感じです。次はですね、帯部分ですね。帯部分をつけております。こう一周しますね。はーい。こうなじませてね。なじませてね。いきますよー。ちょっと体部分がだんだんできてきました。はい。ここ細かいねー。ハサミでちょっと切って、ここも、なじませてまーす。そしてですね、ワイヤーをですね、最初は、まっすぐにしてたんですけど、ちょっとこんな感じで、斜め、なんていうのかな、くるくるってしてるのわかりますか？曲げてみたいな感じでしたら、下に降りてこないんですね。なので、曲げてしてみています。はい。はい。意外とこれ良かったです。はい、これは足ですね。ピンクの靴履いてるんですよ。可愛いでしょ？ちょこんと内股でね。そうそう、こんな感じで足をつけて回って、ですね、この、着物の下部分ですね。それに茶色い粘土をくっつけてます。今度はいよいよ頭部分です。この頭部分もね、かなり苦労しまして、試行錯誤しながらの作業となっております。これね、いらない粘土をまん丸にしたやつをですね、なめこちゃん色のオレンジで、今ね、おまんじゅうみたいにね、くるんでるんですね。こんな感じでくるんでね、節約でございます。粘土の節約でございます。中身は見えないので、いらない粘土で、こう、大きくしてですね。今度はこうね、某何パンマンみたいな感じの形にするわけですよ。はい。そして、なめこなので、平べったかったらおかしいじゃないですか。なのでですね、この計量スプーンにね、巻いてというかね、乗せて、この形を実現させました。実現っていうのかな。こんな感じで、もう何パンマンによく似てますよね。こうです、こうです。こういう感じで、そして、下のね、白いところを、こう穴に入れてですね、これで顔の完成でございます。はい、これはピンクの粘土でー、下をくっつけてますね。この下ペロッとね、出してるのがね。まだこれ、キズナメコちゃん、キズナメコちゃんですよね。もうトレードマークですよー。微妙にちょっと黄色入ってますけどね。まあ、これもちょっと妖怪っぽくていいかなと思って、あえて、ちょっと黄色入ってます。たまたまなんですけど。たまたまピンクの粘土をね、してたら黄色入っちゃったんですよね。
ちょっとでも妖怪っぽいでしょ？なんか真ピンクよりちょっと下っぽいかなと思って。こんな感じでビローンとしてます。で、目は、穴を開けて、まん丸に、このね、この道具で穴を開けまして、黒い粘土を詰めていってます。こんな感じでね、くるくるくるとね、目を作っていくんです。そうなんです。キズナメコちゃんです。どうですか？はーい、できました。ピロ、ピロ。次は、まつげでーす。このまつげがね、また可愛らしさをね、助長させるわけですよ。これんこりんどいて可愛いでしょ。ね、まつげをつけて、まつげをつけて。はい。この反対もまつげですね。この感じでね、まつげつけて、ちょっと黒い粘土ついちゃってね、これ邪魔くさかったんですけどね。今度はね、白い瞳をね、これがまたね、細かいんですけど、これが入るとね、もうより可愛くなるでしょ？この白いのがね、キラキラのお豆にしていくわけですよ。そうそう、こんな感じでね、両方していきますよ。皆さんは、あれですか？どんな妖怪が好きですか？私もこの、あ、すいません。ごめんなさいね。これね、フィモリキッドって言うんですけどね。これ、接着剤にもなるんですよ。それを、ワイヤーでくっつけて、頭と体で止めてます。ただ、ポコッと乗せただけだったらね、外れちゃうんでね。次ね、ピンクの。ほっぺたでーす。ほっぺたほっぺたー。かわいいでしょー。こんな感じでチークもピンクにしちゃうんですよねー。そうそう。ほんのりね、ほんのりピンク入ってたんでね。このほっぺがまたかわいらしいわ、もうねー。キズナメコちゃん。どん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 プリティになっていってますねー。お化粧するみたいな感じね。もうお化粧ね。本当にいいですよね。かわいい、かわいい。出てきた、出てきた。そして、ヘラでね、鳴らしてね、いくわけですね。こうやってね。ほらほらほら。ちょっとね。あ、や、できた、できた。こんな感じでできてます。次にね、ちょっと色がオレンジだけじゃないかなと思って影を出すために濃いオレンジで色付けしてるんですが、ソフトパステルでね、色付けしてるんですけど、いまいちわからないですね。これはやってもやらなくてもわからない、もう自己満の世界でございます。自己満足で色を重ねております。はい、オレンジのソフトパステルで。ここにね、エプロンもちょっと濃い赤を入れてるんですけど、ほとんどわかんないでーす。はい、こんな感じでできましたー。どうですか、キズナメコちゃんでーす。リクエストくださった方、本当にありがとうございます。もうこのようにね、妖怪作って、もう楽しかったです。その方ね、元祖されてるみたいなんでね、元祖妖怪がいいかなと思って、一生懸命探したんですが、どうですか？キズナメコちゃん。他にね、妖怪、こんな妖怪作ってほしいなとか、リクエストありましたら、どんどんコメント欄にお願いします。こんな出来ですけどね。作ってる方は楽しんでしてるので、すいません。勝手にね、もう作って載せてるだけなんですけど、そのように交流できることはとってもありがたいなと思います。本当ご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。Thank you! 本当にご視聴ありがとうございました。ゲーム実況やワンチャン動画もよろしくお願いします。見てくれて、ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。